今回はお家で博物館を楽しもう、バーチャル昔の暮らしと道具店をお届けします。昔の暮らしから今に役立つ知恵や学びがあるかもしれません。パート2も博物館の学芸員さんに案内してもらいましょう。昔の暮らしを再現しているお家の中の展示の後には昔の風景コーナー。入間市博物館ボランティア会の皆さんが定点観測して撮影した作品です。はい、この写真は今の安川通りですね、イオンショッピングセンターのあるところがこの辺りになります。昭和39年ですから今からもう60年近く前ですか、はい、になります。でこの広い道を実はこの当時でも町の中では広い通りだったそうですよ。でここに工場ができるのでこの大きな道を通したんだそうです。で周りには桑畑があったり、ここに小学生がいますけど当時の藤沢小学校に通う小学生ですね。でこんな広い通りを作ったんですがまだ工場に関係する車の他には1日に何台かしか車が通らなかったそうです。で同じ場所で、去年撮った写真がこちらの写真になります。随分様子が変わっているのが分かりますよね。はい、この写真は今の入間市の駅の写真になります。当時は、これ昭和41年の写真なんですけれども入間市ができたのが昭和41年なんです。でその前の町の名前は武蔵町、その前は豊岡町という名前だったので駅ができた当時は豊岡町という町だったんですね。ですので駅の名前も豊岡町、入間市になってから昭和42年に入間市駅というふうに名前も変わりました。平屋建てのまだ小さな駅だった頃ですね。これが、その後に駅ビルができたり特急が止まるようになったりというふうに随分変わってこれが去年撮った写真になります。続いては昔の食生活のコーナーです。ここからのコーナーはなるへそ道具箱といって昔の道具や暮らしのいろいろを道具を通じて見てもらおうというコーナーです。その中でも食生活、食べ物について紹介するコーナーがこちらになります。で昔の食生活、ここに並んでいるものはだいたい先ほどご紹介した古い方の家ありましたよね。あの家と同じぐらいの時代の食生活、食べ物について紹介するコーナーになっています。この頃、農家の人たちが中心ですのでその人たちは自分の家で採れた作物を中心に、食事をしていました。今のようにスーパーがあったりデパートがあったりコンビニがあったりというわけではありませんので自分の家の周りで採れるものが中心でした。でこの辺りはこの図を見ていただくと最初の地図で見た時に林と畑が多かったですよね。で田んぼがあんまりないというのが実は入間市の特徴です。ですので田んぼで採れるものといえばお米ですよね。お米があんまり十分採れないというのがこの地域の特徴です。代わりに畑でお米も田んぼではなく畑で採れるおかぼというお米やそれから大麦、小麦などの穀物をたくさん作っていました。その他こちらにあるように、桑畑で桑を育てて蚕を育ててそれをお金にするということなどもしていましたが自分たちが食べるものとしては麦や、畑で採れるお米、さつまいも、野菜などをたくさん作って生活をしていました。こちらに、その稲、これはお米ですね。それから大麦、小麦の実物が置いてあります。でお米は本当に少ししか取れないのでこちらの麦、大麦や小麦を中心に
食事をしていました。ではここから関谷さんに実際当時の食事がどのような様子だったのかを伺ってみたいと思います。関谷さんお願いします。はい、まあ、今はご飯っていうとお米のご飯をね、まあ、食べてますから皆さんもお米のご飯を想像すると思いますが、昔はそうじゃなかったんですね。特にこの辺りはお米が取れないところです。田んぼがありません。ですから麦が中心なんですね。ここにちょっと見えると思いますが、これはあの麦を使ったご飯です。で、麦をどうやって食べるかというと、押しつぶして押し麦、臼で割って引き割りというふうにします。で、押し麦と引き割りは一緒に混ぜることが混ぜるんじゃなくて、それをお米と混ぜます。引き割りは引き割り、あの押し麦は押し麦でね、別々にお米と混ぜるわけです。で、今日は押し麦のご飯だよっていう時には、押し麦は今うちにある時には押し麦ばっかり食べるんですが、それにお米を、そうですね、うちによって違いますけど、私の子供の時にはあのお米は2割 20% ぐらい、それを混ぜてご飯を炊きます。そして、ここに盛り付けたのがこの麦のご飯です。それが引き割りの場合には、引き割りとあのお米と同じように混ぜて煮てここに並ぶわけです。で、それがまあ主食のご飯ですね。で、あのご飯じゃないそれ以外のものもね、あの主食として食べることがありました。それはね、あのこの辺は先ほどお米ダメだって言いましたけど、麦は取れます。大麦があのご飯になるんだって。小麦は粉にして食べます。もちろん粉にして饅頭とかいうことがありますが、それを、こねて、こののし板、長いののし棒というんでこう伸ばしてですね、それを畳んで包丁で切ってうどんにして、そしてそれがお米の代わり、主食の代わりとして食べられることもありました。で、食べ方2つあって、あのまあお醤油とか味噌汁で作ったのあのおつゆの中で煮込むのが、あのこれが、この辺では打ち入れと言われている食べ方で、これはあのまあ、あの普通の食事としてご飯がない時とか、あのご飯が少ない時にこういうのを作ってですね、それをご飯の代わりに食べます。ただ朝から打ち入れをね、あの食事の代わりにするという家はありませんでしたね。お昼もなくて、だいたい夜が多かったですね。それで、それ以外にあの先ほど作ったうどんをですね、こういうおつゆに入れるんじゃなくて、それを茹で上げてですね、で水を切っておつゆにつけて食べるという食べ方があります。これはね、まあ、むしろあそこに書いてあるように、まあ、あの結婚式みたいなそういう、まあ、宴会ですね、その後に出る最後 の、 あのご飯、本膳なんて言われたんですけど、その、うん、食べ物なんですね。だからうどんはたまにはご飯、全く主役のご飯として使われて、それは宴会なんかの後。だからおつゆの中に入れる打ち入れっていうのは、普通の麦ご飯のね、ご飯っていうものがない時に食べたって、そういう感じですね。まあどのくらいの割合だったかっていうと、これはあのだいたい冬の寒い時だけが中心で、あのこっちのおつゆのうどんは一年中ですけどね、まあ、そんなことですね。はい、続いて昔の小学生が使っていた道具を見ていきましょう。こちらのコーナーでは昔の小学生の生活の様子を、前のコーナーでご紹介した家の時代ですね、今から80年から90年ぐらい前の小学生と、それから今から50年から60年ぐらい前の小学生の使った道具でご紹介をしています。まずこちらの方が、昭和の初め頃、70年80年ぐらい、また90年ぐらい前の小学生の様子を道具で紹介しているんですが、
例えばこちらを見ていただくと教科書が今の教科書と違いまして、あの色がすごく少なくて紙もあんまり良くない紙かなと思います。でこういった小学生の教科書も自分でお金を払って買わなければいけなかったので、兄弟が多かった時代なので、お兄さんお姉さんが使ったお下がりや近所の人からもらったものを使うようなことも多かったそうです。それからこちらを見ていただくと、昔の子どもたちは物が少なかったので、いろんなものを大事に大事に自分で修理して使ったりとか、あとはお習字の練習などもいらなくなった紙の裏にお習字の練習をしたりしている様子がわかります。それからこちらを見てもらうと、昔の子どもたちが自分たちで手作りした遊び道具がいろいろ置いてあります。で今だとおもちゃ屋さんに行けばいろんなおもちゃが手に入ったり、インターネットを通じてねゲームができたりっていうのもあると思うんですけれども、この頃の子どもたちは自分たちの身近にある道具で自分たちの手を使っておもちゃも手作りして、買うものはあんまりなかったそうです。昔の子どもたちは自分たちで身の回りにあるものを使っていろいろな遊び道具をこしらえて遊んでいたようなんですが、この中で関谷さんからちょっと説明していただけるものありますか？みんな思い出のあるものばっかりなんですけど、特に麦わらで作ったねこの籠と、その、左手にあるちょっとこれ鳥なんですけどね、右側はドドメカン。ドドメっていうのはプラの実です。花が咲いて実が出て、その実が熟れた時に紫色になってね、これがドドメカンゴで、その中に桑の実を入れて、こう食べて、でそのこの左側ね、これツバメなんですよね。ツバクロって言ったんですけど、ね、でこれが羽で、真ん中が胴体ということです。昔の思い出です。続いては新しい方の家と大体同じぐらいの時代、今から50年から60年ぐらい前、昭和30年から40年代頃の小学生の様子を、道具でご紹介しているコーナーです。でこちら見ていただくと、教科書も随分前の時代に比べるとカラフルになってますよね。でこの頃から、教科書はお金を払わなくても小学校中学校の子どもたちには無料で配られるようになりました。でこの時代というのは生活の様子が大きく変わってきているんですけれども、小学生の生活の中にも例えばテレビが入ってきたりとか、新しい遊びが入ってきたり、また、お父さんやお母さんのお仕事も農家のお仕事ではなくてサラリーマンの家が増えたりして、買って遊ぶ道具なども増えたのが特徴になっています。この時代になると学校で給食が始まります。前の時代では給食はなかったので、家からみんなお弁当を持ってきていました。でお弁当を持ってくることもできない子どもたちもいたりして、そういう子たちは家にご飯を食べに帰ったりしていたそうです。またお弁当もとても内容が少なくて、ご飯も白いご飯ではなくて麦ばっかりのご飯に梅干し1個、少しお漬物が入ったりするぐらいの内容だったりしたそうですよ。この時代には家の中の様子や子どもたちの生活の様子も随分大きく変わってきたのがわかりますね。ここから先のコーナーではこの後の時代、小学生の生活がどんな風に変わっていったかを道具を使ってご紹介をしていきます。パート2いかがでしたか？パート3ではだんだん今の時代に近づいていきます。ぜひお楽しみに。